こんにちは。30代後半からウォーミングアップの時間が妙に長くなった B レジェンドの田中です。今回は筋トレで怪我をした時に考えること3選について述べたいと思います。私は B レジェンドジムでパーソナルトレーナーをしています。競技としてはパワーリフティングに参加しています。実績としては近畿パワーリフティング選手権で優勝した実績があります。ということで今回は筋トレで怪我をした時に考えること3選についてお話していきたいと思います。トレーニング中ね、怪我がないことがもちろん何より望ましいことなんですが、筋力トレーニングというのは筋肉にストレスを与えてですね、そこから筋肉発達させる、刺激を入れるということなので、不良の事故やですね、疲労が溜まったりしてですね、怪我はどうしても起きてしまうこともあります。特にですね、競技としてトレーニングを行っている方、大会出場などを目指されている方などはですね、健康の範囲から外れてですね、限界にチャレンジする、怪我をするかしないかのギリギリまで体を追い込むということを行いますので、競技をされている方は特にですね、怪我というのは起きてしまうものかなと思います。またですね、長い期間の運動不足やですね、体力低下などですね、久々に体を動かしてみたらぎっくり腰になったりとかですね、膝に違和感が出たりとか、思いもよらない怪我も発生してしまうこともあります。そこでですね、トレーニング中に怪我をした時にこういうポイントを考えればですね、怪我でもうやめちゃおうかなとなるんじゃなくてですね、怪我をきっかけに、より良い状態を目指せる、そういうきっかけに使えるポイント3つ述べていきたいと思います。まず1つ目はですね、怪我の原因を探るということです。怪我をした時の状況や、その時の体の状態を振り返ることで怪我の再発予防に役立てることができます。大きく分けて3つ考えられますね。まず1つはですね、トレーニング自体が原因になっている。もう1つは柔軟性の問題。もう1つは体調コンディションの問題です。まずトレーニングの問題について話していきたいと思います。トレーニング中のフォームが悪かったのか、重量が重すぎた、同じ種目ばっかり行っている、トレーニングの頻度が多いなどですね、トレーニング自体に問題があった場合はそこについて考え直すことが重要かと思います。次にですね、柔軟性の問題ですね。例えばですね、多いのがもも裏とかお尻の柔軟性が低下している場合はスクワットでしゃがんだ時など猫背になりやすくなってしまいます。またですね、猫背のままでですね、ベンチプレスなどを行おうとしても胸がしっかり伸びずにですね、肩の方に負担がかかってしまうこともありますね。柔軟性が低下していることで怪我につながることもあります。で、3つ目ですね、コンディションの問題です。いわゆるですね、寝不足で体が疲れているや、仕事が忙しくて集中力が低下しているや、減量中でですね、カロリーが十分取れてない、頭がぼーっとするという状態、暑い中外で作業して熱中症だったなどの体調面の問題が怪我につながったということもありえます。先に挙げたように怪我の原因を振り返る、そうすることで一つの原因が原因になっているのか、それとも2つ3つ複合的な要因が積み重なって怪我につながったのかというところを明確にすることで、問題点を改善して怪我の予防に努めることができます。次のポイントは、怪我をしている場所以外を強くするということです。当然ですね、怪我をして痛みがある中でまだこの場所はトレーニングできないという状態に当然なっていると思います。ただしですね、例えば膝を痛めてても上半身のトレーニングは行えます。怪我をきっかけにですね、怪我をしていない部位をより強化するきっかけになったと捉えることもできます。実はですね、筋力トレーニングというのはですね、体にストレス、ダメージを与えて、そこから回復させるというところで筋肉が発達するという作業なのですが、筋肉を作る能力、回復能力っていうのはある程度限界があります。そこでですね、全身まんべんなく鍛えてた方がですね、例えば足のトレーニングができないから上半身にトレーニング集中するとした場合、筋肉、気を回復させる能力や筋肉を再合成して大きくする能力っていうのは下半身以外に集中して割り当てることができるようになるので、上半身の筋肉の発達のきっかけにも捉えることができます。これは私が経験したケースなのですが、私はパワーリフターとして大会に出場することもありますので、基本的にはトレーニングはビッグ3ですね、ベンチプレス、スクワット、デッドリフト
を中心に行っています。ただしですね、私の場合は股関節に違和感が出ることがたまにありまして、今まで通りですねスクワットの頻度を多く取ることができなくなることもあります。そこでですね、スクワットをやる日が減った分何をトレーニングしようかなと思った時にですね、今まで集中してやらなかった腕の日を設けてですね、腕のトレーニングを行うようにしたんですね。当然ベンチプレスを行った後など3頭のトレーニングや、バランスを取るために2頭のトレーニングなどは行っていたんですが、スクワットの頻度を減らして腕の日を設けたことで、これまでよりも明らかに腕がしっかり大きくなった、筋肉の形がより見えやすくなったということも経験しました。これはですね、足の怪我がなければですね、片手間に腕のトレーニングをやるところは変えなかったと思うので、足の怪我が良いきっかけになったと捉えています。3つ目のポイントは、違うフォームを試してみるです。同じ種目であってもフォームを変えることで使う筋肉、負担がかかる部位、関節などのダメージ受ける場所が変わってきます。例えばですね、私の場合はベンチプレスは基本的に重量をこなしたいのでワイドで行うことが多かったです。81センチラインのところに人差し指を当てて、できるだけ高重量を狙うのですが、ワイドベンチばっかりをやっていた時にですね、大胸筋をメインに使うフォームになってきますので、大胸筋が硬くなってベンチプレスをする時に違和感、痛みが出るようになりました。そこでですね、指1本分、指2本分など手幅を微妙に変えてトレーニングすることにしたんですよね。そうすると大胸筋の痛みがあまり感じることなくですね、ベンチプレスが行えるようになりました。もちろん重量の限界を狙うときはですね、ワイドの手幅でトレーニングをするんですが、フォームを変えることで負担がかかる場所が変わってですね、痛みがだいぶ緩和することができるようになりました。またですね、フォームを変えることで鍛えられる筋肉が微妙に変わったりもします。私の場合はですね、ナローベンチを取り入れるようになって、ベンチプレスの際に三頭筋も今まで以上に使えるようになりましたので、他の部位が強化されたことで、今まで違和感が出ていた大胸筋へのダメージも減らすことができるようになりました。またですね、痛みを気にせずにトレーニングが行えるので、今まで週2回やればちょっとダメージが抜けなくなったなと感じていたところが、週3回週4回ぐらい、疲労コントロールしながらですけど、手幅を変えながらダメージを受ける場所を変えながらベンチプレスを行うことでですね、トレーニングの頻度を増やすこともできるようになってきました。このようにフォームを変えることでですね、使う場所が変わったりとですね、痛める原因になった悪い体の使い方、ある一点だけ過剰に負担がよるというフォームがですね、改善するきっかけにもなると思います。長くトレーニングをしていたりですね、大会などを目指してハードにトレーニングをしていると怪我というのはつきものになってくることもあります。私も今まで何回か怪我をしてしまうこともありました。ただしですね、そこでもうトレーニングが嫌にやってやめるとかですね、ネガティブになってマイナス思考になってしまうとなるのではなくてですね、この怪我も成長のきっかけと捉えてですね、別のアプローチをするということを試してみてください。アプローチを変えたことでですね、今まで避けてたトレーニングや、今まで重要視しなかったトレーニングも行うようになるかと思います。そうすることでですね、意外とこう自分の弱点だった部位が強化されたりとかですね、怪我が治った時にその強化された部位が手伝ってくれて、より強い体になってたりすることもあります。皆さんも怪我で落ち込むのではなくてですね、成長のきっかけと捉えて長いトレーニング人生を楽しんでいきましょう。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しています。また B レジェンドでは毎月新商品を発売しております。お得なセールも開催しておりますので、概要欄からチェックしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。